どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カムロレイです。今日は何日でしたっけ？10月4日、金曜日、4時41分ということで、はい、実況をやっていきたいと思います。はい、じゃあ自分のデッキでーす、これが。何回晒してんだろう。宇宙デッキはこんな感じですね。はい。変わりはない。うん。あ、で、まあ、今日、デッキをね、大幅に改良をしていきたいと思います。で、機体を、攻撃の試作品にね、変えます。はい。これで、だいぶ軽くなりましたね。はい、じゃあ、よろー。開始しました。はい、ということで、人をね、メンバーの方を紹介していきたいと思います。まずは、モンキーパンチさん、ロサトさん、ウルフォードさん、カイザさん、チョコチップパンさん、はい、以上ですね。で、まぁ、ちょっと、さすがに、許可なしで、デッキを晒すのは悪いんで、はい、許可を得たいと思います。うずむしてもデッキとかうずしてうずしていいまだ許可を取れない限り自分の戦績を晒すしかありません。ありがとうございます。じゃあウルフォードさんから許可をいただいたんで、はい、晒していきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、でも自分は本当に12時ぐらいまでは中間になる前ぐらいはまだ2桁でしたから、自分は、うん。支援中間ですね。はい。で、ロサトさん、僕より倒しますね。同じ隊員として。ザクワーカー、ニキッド、グフと、ザク2 S 型。で、チョコチップさん。はい。あ、ズダ持ってますね。ズダ2機入ってますね。いいなぁ、ズダ。はい。カイザーさん。注意の方ですね。お、ザク、FS 型。FS 型ってなんだっけ？はい、あれか。でも黒いからかっこいいです。悪党ザク持ってますね。はい。晒し完了しました。映し終えました。あ、ちょっと。まあいいです。はい。で、まあ。あ、ちょっとこう。で、ドム高機動試作機の説明をね、ちょっと紹介をね、したいと思います。武器はこんな感じですね。ゴールド設計図じゃないんで、はい、全然弱いです。これちょっと強化しようかな。ちょっとつまんないよね。見てる皆さん。こんな見苦しい武器、さっさと捨てちまえ。あ、レイカムロで、レイカムロで、で、あ、チャンネルで、検索、あ、
さくしてね顔てへぺろはい、ということでね、これちょっと作りますね。ちょっと開発素材売却おちょっと早く早よ、うん、JC はいりません。キャノンもいりませんね。はい、これ作りたい。うん、作った。はい、で威力変わんない。あ、むしろこれ弱くなってる。ああ、そういう感じですか。これ作ろうかな。いやいや、マシンガンなんかドムが持ってたらすごいかっこいい。いや、かっこよくはないか。まあいいです。下がるんですね。うまいです。はい。まあ、これも黒にしました。で、特殊武器、ヒートランサー。緊張しない。いつも通りのプレイをしてください。自分、おっさんではないです。ジェントバス、タイプ F まで作りました。うん。でも、まあ、これ、全然弱体化食らってないですね。7000、キープ。遅いですね、マッチング、確かに。で、ザクバズーカは、ザクバズーカはね、弱体化食らいましたね。あ、食らってないか。8000ぐらいあったと思う。なんでそんなこと言ってはいけない。まだトップ F 型。シールドって強化できないよね。強化できるんだ。強化できないよ。ミサイルポットは、S 型。これか、で、3つ目、ザク J 型。これもね、重くなっちゃう。これ以上やると。これ軽量化されるんですけど、うん、威力弱いね。これ欲しいけどな。マデラトップを外すわけにはいかない。これもちょっと強化してますから。あ、はい。はい、そうです。うん、毎日、まだ初心者、まだ実況、新者です。わらわら。はい。ということで、次の武器いきましょうか。あ、これ。F 型。これ、初期のザクですね。これ初期のザクなかなか使いますよ。うん。これも強化してあります。で、マゼロトップ F 型。これも強化してありますね。138。何を言ってんだろう。G 型。これも G 型で止まっちゃってますね。自重シールって何ですかね。はい。と、F 型。これ、まあいいです。まあいいです。はい。こんな感じですね。デッキは。で、まあ、釣り鍛え。まあ、今回グフカスタッフを抜きました。こいつ重いっつうか、再出撃時間は長いし、メインですね。初心者です。初心者です。はい。で、まあね、ドームは最初からもうなんかアーマーがかなり強い
うん、強くなってますね。え、まあね、これどういうや、な、俺なんかやるとき自分にもあったけどね。うん、 FS 型、これもう最初の方に支給されましたね。すいません、ちょっと喉。はい、じゃあ参戦予約来ました。行きましょう。はい、じゃあ今日のドリンクをね紹介していきたいと思います。今日のドリンクはブラックタピオカミルクティー。昨日もねあのミルクティー飲んだと思うんですけど、まあ僕は無類のタピオカミルクティー好きでございます。で今日、うん、これがねあの近くのフレッセーズスーパーにしかこれ売ってないんですよ。あのファミマとかにも売ってるんですけど、あのファミマのはちょっと薄いかな。うん、だけど近くのスーパーのはほんと甘いし、まあタピオカはもちもちで美味しい。うん、あれ、ウサさんあれですね、フレンドですね。容疑者 C、 変わった名前だな。お、あれですね、鉱山都市。作戦開始ポイントに到着しました。はい、都市電撃戦、戦力ゲージをゼロにしましょう。広がれもすげえ生きて、せーきゃーな、よし、ドムで行きましょう。出撃する地点を選択してください。ちょっとすいません、あの水の補給します。やっぱタピオカはうまいね、もちもちしてて美味しい。でパーツを、パーツないね。うん、あ、うん、はい、皆さん X から出撃のようですね。うん、 X から A 突、まあレースゲーになる予感。うん、レースゲースですね多分。ちょっと固まったぞ。で昨日なんかジャブロ撮影終わったと言ったんですけど、なんか妙になんか重くなってなんか超やりづらかったっす。うん、あれ、これまさかの今日も重いパターン、そんなはずはない。あ、大丈夫ですね、全然重くないです、いつも通り。やっぱドムを、うん、重いかな、ドム軽々とはいかないよね。やっぱなー、ちょっとこれ課金ガチャで当てたんですね。あの今日点さえもらう。異様な風景ですよねこれ。あのなんだっけ、ドムがマシンが持ってるって信じられない。よし、すいません、ハイエナしました。やっぱいい歌っすね。はい、破壊しコードに専念させてやろう。おー、死にそう、あ、死んだ。固定砲台に殺されましたね。相変わらず耳がついてて可愛い。その一言、あ、Z 陥落しちゃいましたね。Z 落ちました。あ、はい、4から行こう。カレン女子は出るよ。つうかピンク色のイフリートかっこいいよね、本当に。わ、カレンとは相手をしたくない。
彼もやだ。うわうわうわ、プロといる。ダメだ、近寄れない。簡単だ、つうか無理無理無理。おおおお、ガーカスいった。うわうわ、自爆しちゃった。あーまずいまずい、自爆しまった。やらかしたな、ガーカスごときに。グレネードポイポイしたかったっすね、みんなで仲良くグレネードポイポイ。てか3取られてるじゃないですか、あれじゃあ拠点まっしぐら。うん、回収しましょうか。まずいよ、コンテナ運んでる最中に殺されちゃうんじゃね。そんなはずはない。わわわわわ、なんかキリリ来てたぞ。あ、カレン、カレン。よし、あーちょっと毎回思うけど、なんか俺完全にいいとこ取り。そっか、痛い。はぁ、くそー、なかなか使える。ジム強いなぁ。まあ、自分もね、フランチェスカで、ジオンや、あ、連邦やっております。よかったら、そちらも。撮影参加してください。はい、まあ不定期なんですけどね、そこで撮影をするのは。マチュアトップ全然あれだな、射程ないな。これ拠点まっしぐらだ。しかまずくないっすか、めっちゃ押されてる。いていていて、くそー、爆撃難しいな、かわすの。爆撃なせこいな。はぁ、ちょっと疲れちまった。ちょっと防衛向かいます。あ、防衛ん、あ、まあいいや。ちょっと疲れましたね、今日もね、一日動いてきたんで。スキューですぐやられちゃうな。うわ、痛い痛いよ、もうスナイパーが回復いないのか。 あ、 ありがたい。あ、俺修理。あ、なわけねえだろ、あれは俺を見捨てたんだ。うん、俺なんか復活させなくていいんだぞ。よし、来てるよ。なんかい、あー、もう何これ、クソゲーだろ。クソゲーすぎる。いていていて、クソゲーすぎて笑ったわ。目の前で殺していくっつうね、容赦なく。ちょっと待って、回復回復した。つうかあれどこ、わしゃったー、回復しまーす。いやー、疲れが取れる。お、あそこ取れたんですね。取れましたね。
ょょょょょ、2番と3番の方がいます。招待の、いやー今日もいい。でもね、明日からはもう待ちに待った土日、土日はもう休みます。とにかく休んで、もう来週の撮影に備える。うわ、いったバッキャロー、いちえじゃねえか。あー、もう殺された。フラグがある、すごい死亡フラグ戦場で転ぶと白い死亡フラグだ。あー、モンキーパンチだ。おまち、あぶね、つか死ぬ、あ、死んだ。いないかな、修理ないね。そこにいるぞ、気をつけろ。あ、ちゃんと処理していきましょう。マシンが弱すぎる。うわ、危ね。まだまだ。うわ、いてててて。よし、ここ取りたい。あー、死んだ。取った瞬間死んだ。来ない、誰か。うわ、ありがて、ありがて、ちょっと一回逃げる。あれ、また取られちゃった。誰か手伝って、頼む。うわ、もうダメだ、格闘も決まんない。くそ、早いぞお前のそのジム、惚れちまうぜ。俺のドムが虚しく散った。なんとしても5を取りたい。やっぱ早いっすね、全然早い。ここいるぞ。うわ、いって、あー、もうホワイトリングでしたっけ。ただノーマルジムでしたっけ。これすっげえ格闘空振ってますけど大丈夫ですか。あー、もう強い。普通のジムでもマジで強い。うん、連邦のね、悪魔みたいっす悪魔の塊だ連邦は。こんな言い方しちゃ悪いけど、勝てそうにないんだな、ザクの性能じゃ。ザクの方がね、先にできたんでね、そこら辺の、うわ、プロといた。あー、もういってプロと強すぎてちょっとやだ。いってー、マジやだほんとやだ。撃破に成功しました。
マジっすね。あれ、拠点マシグラっすよ。ワイマシグラ。いやーもう疲れました。つかなんで負けるのつか指揮官いないのか。そうか、戦場を疾走せよっつ、今日デイリーミッションありましたね。8000メートル、8キロ、よくわかりませんが4を取りたいと思います。頑張って。気をつけろ。戦場で転ぶとは死亡フラグだ。てか痛い。来たよ、なんか来た来た。自分本拠点 Y の防衛をお願いします。超痛い。超気持ちいい。何がド M だろ。ただのド M。 超気持ちよかった、あれ。おわ、ありがて、あつが死ぬ死ぬ死ぬ、ガチで死ぬ。いやー、うるおう、喉がうるおう。やばい、きたわー。なぜそんなに強いんだあなたの。あープロトか。プロトってもう何でも強いよね。なんでそんなにプロトって強いの。つかジオ負け。X マシ、 Y マシグラ。ついついね、あの、おお、飛ばして。ついついね、プレイに夢中になってると無言になることもあります。その時は勘弁してください。ということで、敵を倒しに行きたいと思います。そこに隠れている。てかミサイルですか。のんびり歩いてんじゃねえ。うわわわ、すごいスプレーミサイル。あんたザクを舐めちゃあかんよ。いて、超スプレーミサイルいて。敵軍戦略兵器が発見されました。拠点を破壊。てかまず回復したかった。てか取れたんかーい。そこの拠点なんか修理来ない。修理、カモン修理、来ないかな。残念ながらもう、瀕死です。瀕死じゃない。全然瀕死じゃなかった。せこいよー、その、集団戦法。せこすぎます。ガオンにせこいもクソもないか。回収を優先させるぞ。冷静に仕留めましょう。そこは。てか痛い。くっそ。もう最近疲れが溜まってきてますね。はい、完全に。はあ、ガンをやるね、あの体力もうあるか分かんないです。まあ、今実際やってるんですけどね。これ核で逆転勝ちっつー方法もあるんじゃないですか。はあ、核いきましょうよ。核どこでしたっけ。まあいいです、いきましょう。核で逆転勝ち。自分本拠点 Y の防衛をお願いします。落ちますね、このバズーカ。ええー、
え、なに、え、俺はな、地雷、あ、地雷そこにある、地雷に気をつけてくれ、みんな核運んじゃいましょう、お前足止め食らったよな。よし、じゃあ核の援護をしたいと思います。すいません、ゲップが出てしまいましたごめんなさい。自軍戦力ゲージが残り 10% 以下です。挑んできた勇気は褒めてやる。完全に今死亡フラグだ。それはまずいまずいまずい。何を食らったんだ。何をよこしたんだ俺に。つか戦略壊れましたね。は、完全に逆転勝ちはなくなりました。あ、いった。まあちょっと下手くそすぎますね最近は。本当に下手くそ、うん、本当下手くそです。で、もう実況も全然実況も下手くそだし、プレイも下手くそだし、もう何をの俺は持っているのか、それはそれは体力、いや体力1分ですよ、1分ですって。いった、爆撃めっちゃムカつくな。爆撃がめっちゃムカつくぞ。爆撃痛い。まったく爆撃はなんて強いんだろう。ああもう、うん、全然あれですね。ありがたい。で、昨日のまあ悲劇を話しますと、うん、昨日ね、あの、なんだっけ、そう、行って、どこやね、うわ、こっちから来た、バックから攻めないで、はい、負けました、負けました、お疲れ様です。疲れちゃった。鉱山都市ってやっぱ戦いづらいっすね。はい。この戦闘の戦績報告。39位、134ポイントです。で、メンバーさん。メンバーさんはどこかな。チョコチップさん、18位。すごいっすね。ウルフォードさん34位、俺39位、モンキーさん49位です。個人評価の報告です。はい、勝者、勝者まで勝者で、うん、勝者まであと159ポイント。うん、本部より報酬が届きました。はい、こんな感じでした。はい、カムロレイの実況プレイパート、今日はパート9だったかな、パート9でしたっけ。もう記憶力もありません。ちょっともう疲れました。うん、まあこの後デイリーをねクリアして、今日はもう寝たいと思いますはあ、では第9回ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。さよなら。